はい、どうもです、毎年恒例のね、テレビステーションチェックしていきます。前半ね、ちょっと時間かかっちゃったんで12月の29日からね、やっていきます。12月29日金曜日、親父はね、この日から、冬休みに入ります。日テレ、7時からですね、うわ、騙された大賞2023年末3時間スペシャル、まあ、一応チェックだけ入れときます。マツコ会議忘年会スペシャル、これ見てないな。うちのガヤがすみません2時間スペシャル、だいぶねスペシャル番組出てきましたね。あとは番組未定が出てくるんですよね。これも テレ朝ね、これも未定になってるんで一応チェックだけ入れときます。6時から9時枠ね、必殺仕事人ドラマ、これも未定ですね。 TBS、狼少年年末 SP、中居正広の金妻スペシャル、これも見てないかな。テレ東、結構ね多い、未定が多いですな。所さんの学校では教えてくれないそこんところスペシャル、風磨とチョコプラのフチドールマップ、フチドールマップ、街歩きとかだとね、結構、何これ、バンザウィッチアニメかな。これちょっとね、チェック入れときます。ここら辺は未定ですね。だいぶ未定が増えた。フジテレビ、ワイドナショー年末スペシャル。日曜日やってるやつだね。たまに見るんだから一応チェックしとこう。ひとし松本の酒のつまみになる話2時間スペシャル。これは見てないかな。あ、テレビアニメうるせえやつら第2期放送直前番組、これまではもうね休みだからね、何時まで起きてても構わない。あ、てかいい乾燥しちゃってさ、肌がかゆいんだ。12月30日日テレね、箱根駅伝伝説のシーン3時間スペシャル、ミリオンシンガーが9時からですね。テレ朝ですね。これも全部ほぼほぼ未定になってます。アメトーク年末5時間年末5時間40分スペシャル、昔ねアメトークも面白かったんだけど、だんだん面白くなくなってはきてるんだよね。しくじり先生スペシャルありますね。 TBS レコード大賞、ニュージーンズが出るって言ってたかな。ニュージーンズが出るから見てって言ってたな。レコード大賞も見ないけどな。まさかの一丁目一番地年末 SP、 これなんだろうね、ちょっとわからないんでチェックだけ入れとこう。はい、テレ東ですね、朝子里乃の5万円予習復習スペシャルか。ただいまグルメ思い出の味食べに帰りませんか。グルメ系はやっぱりちょっと気にはなるんだよね。日本の技で世界を修理、世界、日本の技で世界を修理、世界職人ワゴン、ちょっと分かりづらいな。たけしのね、世界七不思議大百科スペシャルですね。お、あのちゃんのでんでん電波スペシャル、うるさいな、バイクかなんか分かんないけど。はい、フジテレビ行きます。超調べてみたらっていうのがあるね。5時からね、昭和のスーパーアイドルやタレント政治家の年金、まあどうでもいいな。超ド級ありえない映像大賞年末スペシャル、エスケープアンサー、そんなに面白そうなのないでな、全然な。あ、大晦日です、良いお年を。はい、じゃあ日テレ行きますね。もう紅白とかはね、見ないのよ。今回結構好きな子出るんだけど、K-POP の子出るんだけど、基本的に見ないな。日テレね、笑って年越しザ、ザ、小晦日っていうのかな？お笑いの晦日って書いてね。めっちゃ長いな。99のあれはそのまま続けてやるのかな。あ、やるね。新年一発目ブレイクする芸人は誰だ。もうここはさ、でもダメよ、
やっぱりね、ダウンタウンの笑ってはいけないで年越したいのよな。はい、テレ朝。大晦日でドラえもん1時間スペシャル。9時からやるよ、朝の。はい、ざわつく大晦日。全く見たい感じがないのよ。TBS。WBC2023 The Final。WBC って野球かな？カウントダウンライブ。これもちょっと微妙だな。テレ東、孤独のグルメ一気見スペシャル。こっちの方がまだいいわ。孤独のグルメ2022、カニと走って食べて北海道ロードムービー。これも多分見たな。出川哲朗の充電させてもらえませんか。予習復習スペシャル。年忘れ日本があって、孤独のグルメの2023大晦日スペシャル。もうだからダウンタウンがなくなってからは、これ見てる。あちこちオードリー新春スペシャル。フジテレビ大晦日列島縦断ライブ。一系のカラス。ドラマかな？逃走中。そう、逃走中。去年までは？格闘技やってた？去年はもうやってなかった？まあでもこんな、私もこれ全然好きじゃないからさ。全然楽しみでも何でもないわ。これ全然見るもんないもん、大晦日。もう初日の出行ってもいいぐらいだわ。1月1日です。明けましておめでとうございます。今年も、本年もよろしくお願いします。日テレ、昼の12時でね、藁神様は突然に正月 SP。 一応チェック入れます。6時からね、上戸と女が吠える夜、新春3時間スペシャル。これって、あれやってたよね。スーパーウルトラ嵐みたいですね。嵐が出てた番組ね。あ、そうか。嵐も解散しちゃったか。月曜から夜更かし、元旦スペシャル。夜更かしも見なくなっちゃったな、テレ朝。毎年言うんだけど、昔よくね、お正月とかはさ、朝の早い時間にさ、ドラゴンボールとかさ、あとは、手塚治虫のアニメとかよくやっててさ、それを朝早起きして見てたんだけどな。あれも随分長いことやってないな。子供見ないのかな。私すごい楽しみだったんだけどな。正月に汗やるアニメ。テレ朝ね、所バナナマンのお正月 TV。ここら辺もさ、正月はさ、志村けんちゃんね、出てたんだけどな。もうお亡くなりになって何年？2年になんのかな。3月終わりぐらいでしたよね、亡くなったのね。本当残念だったな。芸能人格付けチェック。これも見てないな。相棒スペシャル。朝飯まで。TBS 駅伝ですね。バナナサンド。このハモリ我慢歌って流行ってんのかな。たまにチャンネル変えると映ってたりするけど、わざわざ見ないかな。ドリーム東西ネタ合戦2024。テレ東、孤独のグルメ一気見スペシャルだけど、多分、遊びに行くかな。なんかゲームとかやっててもいいな。出川哲朗のね、充電させてもらえませんか。新春4時間スペシャル。まだこれの方が見るわ。年に一度どやれる家。映画デーブ。ケビン・クライン。シガニー・ウィーバーは知ってる。あ、日本怪奇。ル・ボルダージュ。わからん。フジテレビね。これ毎年やってますね。新春爆笑ヒットパレード2024。まあ、正月らしさはあるんだよね。で、3択ありまして、ドリフですね。ドリフ。今回囲みがほぼほぼないな。有吉のね、プライベートジェット爆食ツアー。見ないだろうな。そろそろこの番組チェックも終わりかな。はい。1月2日ですね。日テレ。駅伝、箱根駅伝ありまして。1億人の大質問、笑ってこらえて新春 SP が7時から19時から21時までやりますね。まあ、なんもなければかな。テレ朝はこれがもう未定になってます。朝枠がほぼほぼね。うるさいな。黙って走れ。はい。夢対決2024、トンネルズのスポーツ王は俺だ。
これはまあ割りかし見てるかな。星マークもつかないもんな。これも結構未定が多いな。TBS。なんだっけこれ、ビバンと。最終回だけ見たっていうね。バナナマンのせっかくグルメは見る。ここら辺は2つちょっと見ようかな。はい、サンド屋台。テレ東。名前は出てる、タイトルは出てるんだけど、内容は未定になってんだよね。テレ東超激うま大検索。ラーメン食べまくりバトル。そうでもないな。5時55分からね、朝子、リノのね、5万円旅。どうかな。無料夜行バス乗ってみませんか。フジテレビ。お笑いオムニバス。笑いの総合格闘技、千原ジュニアの座王。深夜の蜂蜜。はい、1月3日行きます。はい、日テレは駅伝ですね。初めてのお使いがあります。深夜枠がね、楽しいのがないとね、ここら辺全部テレ朝未定ですね。サンドイッチマン、博士ちゃんがな。TBS。さんま、玉をの落とすしだま、あんたの夢を叶えたろか、スペシャル。マツコはね、一応内容によっては見たいから、囲んどきます。テレ東、最強衝撃映像第9弾。テレ東はでも深夜映画よくやるな。フジテレビ、新春丸抜部、ドクターコトーの映画。はい、1月4日ですね。ダウンタウンデラックススペシャルがあるね。ザ・突破ファイルスペシャルもありますけども。これは正月感がそんなにないかな。テレ朝未定です。ドラマ。深夜がもっとな。TBS モニタリングスペシャルですね。テレ東、家ついて行っていいですかスペシャル。今年はお正月7日までで休みになってますので。フジテレビは、クイズドレミファドンスペシャル。あ、約束のネバーランド。あ、これ実写のやつか。前見たんだよな。まあでも浜辺美波ちゃん好きだからな。はい。1月5日ですね。日テレ。もう番組は戻ってるかな。千と千尋がやりますね。葬送のフリーレンは見ます。面白い。葬送のフリーレンと薬屋の独り言も面白い。テレ朝。マツコ有吉のね、かりそめ天国。TBS、それスノーマンにやらせてくださいスペシャル。ここ見て。1時53分から、ポンの道かな？新しいアニメ始まりますね。テレ東、かゆい。あ、ポケモンお正月スペシャルっていうのがあるね。金曜日かも。1月5日は。一応丸しとこう。あ、都市伝説やりますよ。テレ東のね、1月5日。7時半から9時48分まで。これ見る人多いんじゃない？で、フジテレビね。あ、噂のお客様3時間スペシャル。これ内容によっては見ます。ないね。はい。日テレ行きます。世界一受けたい授業。めぐみの大悟とコナンはチェックリ。世界で笑いと驚きが起きた瞬間に200連発。薬屋の独り言は見ます。あ、最強タンク迷宮攻略っていうのがやるわ、2時から。これちょっとチェックしとこう。なんか1時半からも未定だし、2時半からも未定になってるわ。テレ朝の話になってます。テレ朝はね、特別なし。 TBS ジョブチューンスペシャル。これも内容によってなんですけどね。テレ東、もやさまは一応チェックしといて、ここは一応仕事まで休みだからね。新年だ、富士山の、違う、富士見の絶景、露天へ行こう。はい、フジテレビ。いけないの、一系のカラス。映画ですな。おっさんのパンツが何だっていいじゃないかっていうのが始まるね。
まあ、以上にしようかな。うん。ご視聴ありがとうございました。それでは今年も。いや、これね、今年中にあげるか。本年もね、ありがとうございました。それではまた、良いお年を。